どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、今回からシリーズものがスタートします。2018年11月15日全国発売のガズの CD レッツゴーさあ行こう完全奏法ガイド、まずは第1弾、このアルバムのトップを飾る曲レッツゴーさあ行こう、まあアルバムのタイトル曲というか一緒なんですけれどもね、この曲の弾き方解説と、参考というか、歌詞とコードを、出す動画を、アップロードしたいと思います。はい、じゃひとまずここのリンク行ってみてください。このガズの CD レッツゴー最高のことを、完全網羅しているホームページの1枚でございまして、そこに全曲奏法解説並びに音源も大公開しますからね。今回はデモ演奏せずにレコーディングされた音源のところに歌詞とコードを乗っけまして、その間に解説します。まず皆さんも当たり前ですけど、最初曲知らないでしょうから、今回いつもと逆のパターンで最初にかっこいいバージョンの演奏、音源を聞いていただいて、あの曲を覚えながら、まあ、コードこんな感じでやって、で途中解説をして、後半にシンプルバージョンのこともちょっと触れようと思います。はい、それではまず早速その音源の方聞いてみましょう。コードと一緒に出しますからね。レッツゴー最高1曲目聞いてください。どうぞ。ワン・ツー・スリー・フォー。レッツゴー最高、ウクレレリュックに放り込み、レッツゴー最高、みんなで素晴らしい。
CD、レッツゴー最高のタイトル曲、1曲目入ってます。レッツゴー最高、聴いていただきました。皆さんどんな感じでしょうか？いいでしょう。テンション上げ目で、みんなで歌いたい曲でございます。で、今のはもちろんかっこいいバージョンですので、初心者の人は、まあ難しいですけれども、まずやっぱ原曲のイメージを聴いていただかないとイメージできません。練習できません。なんで今の聴いてもらって、はい。初心者の方は、この時間から初心者バージョンの方の解説しますからね。その時間まで、ジャンプしてもらってもいいし、流れでね、今からこの楽譜も見せますんで、しばらく見ておいてもいいと思いますよ。はい。ちょっと一回見てみましょうか。はい。はい。いじじじしながらちょっと、ざっくりと。ちょっとね、長いんでね、4分ありますから。なんとなくメモっといてください。一時停止。この辺要注意ね、これ。これ。後で解説します。はい、じゃあこの辺。こんな感じか。はい。どんどん行きますよ。はい。ここどんどん行きます。ほい。最後の。ここはちょっと細々してます。はい。こんな感じか。これはですね、見づらいでしょ？CD 買ってくれた方、このブックレットがついてますからね。CD 買ってくださった方、この楽譜ノート、解説されてる楽譜ノートもついてます。CD2 枚組で。はい。で、じゃあどんどん見ていきましょう。かっこいいバージョンから解説しますからね、まず。まず基本的には曲の中全部8ビートです、8ビート。8ビートの基本的な弾き方はここにリンク貼っておきます。これはガズのホームページの1枚で、リズムでいろいろできるという、いろんなリズムのこと書いてあるんですけど、まずは8ビートをマスターしてください。その後は8ビートのチャ。カッチャッツって、チャ。このチャが入るとよりいいと思います。はい。で、ここですね。書いてない。ここ矢印があります。レッツゴーさあ行こう。ここシンコペーションになってるんで、このマーク入れときますよ、動画内では。ちょっとやってみましょうか。レッツゴーさあ行アップ。ルックレレリュックリ放り込み。ダンツタダンツタダンツタン。アップのこのマークはキーポイント。シンコペーション。ちょっとアップで食い込む。はい。どんどん行きます。で、ここ見てください。ヘイホーヘイヘイホーのところはスカビートです。チャパ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 。8ビートのチャやった時にチャってやったでしょ。チャーっとやったらアップでやる。これを繰り返す。これをスカみたいに。チャチャチャレッドドン。ヘイホーヘイヘイホーレッツゴー。はい。この風にやるんです。ここに面白い決めがあるんですよね。このメロディーが。よーく見てください。これ1弦から3、2、0。2弦の3フレットです。初心者バージョンの人はここ C で弾いてくださいってことで書いてありますが、ここちょっとやってみましょうか。2行目の方から。Hey, ho, hey, hey, ho, let's go! ここ、3203。A メロに入っていきます。今、1弦の320、2弦の3フレットです。これを、3203、つちゃつちゃ、A メロに入っていきます。これ、決めですよ。ここはピンク色で書いておきます。動画内ではね。はい。で、ここ、ジーリージーリーとかさ、ここ、モクモクとか、ここはジャン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 って4つ合わせてくださいね。スカでずーっといきますからね。それで、この辺をさーっといきましょう。ここからサビです。星は見て、もう8ビートのダイナミックなやつですね。はい。で、終わって、今度また3番のところ、ちょっと狭くなったけどね。君の笑顔を見てたら、と、ここはレゲエビートっていうビートを使いたいんですよ、ここ。ちょっとやってみましょうか。君の笑顔を見てたら、これがまずちょっとまず、さっきのスチャスチャを遅くやったバージョンでまずやってみて、うまくできた方は次これ。君のツクタカツクタカツクタカツク。カッティングを使ってツッツタッツ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 ツッツ。レゲエビートです。はい。この弾き方もさっきのウクレレリズムの弾き方、いろいろな弾き方のところに書いてあります。レゲエビートの弾き方、ちょっと参考にして、いろんなバージョンがあるんでね、挑戦してみてください。そしてその、君の絵で、そしたらまたサビに戻って、最後もダイナミックに8ビートで締めくくるという感じでございます。はい。まずこの、レッツゴーさあ行こうウクレレリュックに放り込みこの、チクパッ、この軽快な感じ。ダッツクパッ、カッティングできる人はダッツクパッツクとか止めるとかっこいいんですけど、まあ難しかったら、
感じでもいいと思います、ね、軽やかに元気いっぱいパワフル満開でかっこいいバージョンやってみましょう。はい、ではここから初心者バージョンさんの解説です。これはですね、解説も何もないんですけど、1234123412、まあまあ4つで弾いてしまおうという、曲はね、まあコードはもう一緒なんですよ。だから4つ弾きで弾くだけで、この曲一応できますからね。これで、ぜひやってください。初心者の方が出てくるコード、そうだ、さっきも言わせたコード C と F と Am と G7 と Em7、 この5つですからね。この5つ、これはいつものようにガズレレ必須コードで収まっております。ここにガズレレ必須コード、超わかりやすい動画を解説しております。このね、ガズレレ必須コードというのは、ね、8個のコードのグループなんですけど、そんだけ覚えておいたらもう本当、もうでもその中の5個しか出てきてない。これは入門コードです、はい、ぜひ楽しんでやってみてください。じゃあこれから簡単バージョンの方の、音源も大公開するんですけど、これ要注意ですよ皆さん。まず右のヘッドホンをしてもらって、皆さん右側の耳には何が聞こえるかというと、カッ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 というクリックをリズムを刻む、ガイドになるカッカッカッという音と歌だけです。皆さんから見て右ですよ。だから、こっちってことになるのかな、みんなこっち側の音ってことになるのかな、対面ですからね。で、皆さんの耳の左側では、皆さんの目から見るとこっちだ、こっち側になると思いますが、ウクレレの4つ弾きの音が入っております。それでまず練習してみましょう。はい、いいですか。で、ちょっとできるようになったら、右耳だけはめて、ウクレレ、左耳だけはめて、練習してみる。そしたらどういう使い方ができるか、きっとわかると思います。で、かっこいいバージョンを練習した後も、クリックと歌だけ聞いて、そのかっこいいバージョンを合わせてみたり、いろんなことを応用できると思いますね。そんなことをイメージしながら、じゃあ練習用バージョン、レッスン CD の1曲目、簡単バージョンの動画、音源、これ本当に入ってる音源ですからね。はい、大公開します。チャレンジしてください。はい、どうぞ。ドン！ワン、ツー、スリー、ゴー！レッツゴー！さあ行こう！ウクレレリュックに放り込み！レッツゴー！さあ行こう！みんなで一緒に！レッツゴー！さあ行こう！僕たちみんなノリノリ！レッツゴー！さあ行こう！やりたいことやるのがナンバーワン。バカでかい太陽が僕たちを照らす。じりじり大声上げて笑おう。地球みたいよ。素晴らしい。
いシンプル簡単バージョンというか、まあ初心者レッスン用バージョンのことをやってみました。さあ皆さんどうですか。まだまだどんどん続きます。これ9曲入ってますからね。まずは1曲目のレッツゴー最高をやってきました、引き続きどんどん9曲全曲公開&プチレッスンをやっていこうと思いますので、フォローしてください。はい、ガズレレホームページご覧になってください。いろんな最新情報が載っております。ここでリンク貼っておきますからね、ぜひ、行ってみてください。よろしくお願いします。では今回はレッツゴー最高の総合解説と音源大公開やってみました。はい、バイバーイ。